リンズは中盤がローリングしながらポジションチェンジをして相手を混乱させてますよね。そうですね、中村選手がボランチの位置で受けたりして、はい、あの相手は混乱してますね、さあこれは抜いていったジョーゴ、10番のジョーゴ、右には田中、左には岡本、さあその右の田中、ワンツージョーゴチャンスになった、シュート決まった、先制はアビスパ福岡、ジョーゴ久し、前半の31分、まず先制したのはアビスパ福岡、国見の同級生の渡辺、先輩の兵道のいる横浜 F マリノスからジョーゴ久しゴールネットを揺らしました。素晴らしいカウンターでしたね、そして見事なこの田中とのワンツーでしたね、はい、やはりボールを持っている人選手たちを追い越しながらね、はい、パスを出したらどんどん前に出ていくというところが見えましたよね、まあ、今まで一本、ね、立ち上がりでジョーゴ選手は外してますからね、はい、絶対決めようという気持ちが見られましたね。